今週の注目はザ・ピックアップ。皆さんこんにちは、アシスタントのゆうせいです。この動画は宗広義孝の中央競馬前列開講ライブ放送の過去の放送データをもとにピックアップした注目馬のまとめ情報となります。こちらが印の解説となります。じっくりご覧になりたい方は画面を止めてご覧ください。はい、では土曜日中山競馬場です。天気予報は晴れ時々曇りとなっています。芝ダートの重い軽いについては概要欄に説明がありますので、そちらをぜひご覧ください。6レースの西野トレンディはスピード豊富な馬です。9レースのビヨンドザシーンは重いダートでさらにという馬で三角の状態です。9レースのラフローリータは右回り重いダートでさらにという馬です。9レースのレッドプロフェシーは右回りの軽いダートが合う馬で三角の状態です。12レースの待機ラフターはおそらく重い芝向きという馬で三角の状態です。続いて土曜日阪神競馬場です。天気予報は晴れ時々曇りとなっています。4レースのナボーナは瞬発力が優秀な馬で三角の状態です。4レースのパルクリチュードはダートでの単票になりますが、範囲は軽いダートかと考えている馬で三角の状態です。4レースのロードマンハイムは軽い芝が見たい馬です。4レースのロードリライアブルは重い芝 1400m に注目している馬で三角の状態です。10レースのアイファーテイオーは時計短縮リッパ、そして重いダートが合う馬です。10レースのスマートサニーは控える形が鍵、そして軽いダートはどうかと考えている馬で三角の状態です。10レースの速攻タルマカは中距以外どうかという馬で三角の状態です。11レースのヤマニンサンパは右回りに魅力を感じている馬です。続いて日曜日中山競馬場です。天気予報は晴れとなっています。7レースのシャインフォールは量の 1700m に注意している馬で三角の状態です。8レースのアスコルティアーモは1月28日の時計が優秀だった馬です。8レースのエンジェリックアイは時計短縮鍵も成長を示した馬です。9レースのマイアミレットは外枠希望、おそらく重いダート向きの馬です。9レースのラックスアットゼアは軽いダートが合う馬です。11レースの敬愛シェルビーは軽いダートが合う馬です。11レースのサクラアリュールは東京 2100m がベストの馬です。11レースのパワーブローキングは軽いダートが合う馬です。続いて日曜日阪神競馬場です。天気予報は晴れとなっています。7レースのジュエルピーチは距離適正を図りたい馬で三角の状態です。7レースのタムロキラムは軽い芝が合う馬で三角の状態です。7レースのプロスペリダードは軽い芝が合う時計優秀な馬です。8レースのシンリミテスは10月9日の内容をフロック式危険という馬で三角の状態です。9レースのゴールドプリンセスは長距離が合う馬です。9レースのマコトベリーキーは上がりかかればという馬です。10レースの湘南アレクサはマイルがベスト、上がり短縮鍵ということです。10レースのモズゴールドバレルは5月27日に内容が一変した馬で三角の状態です。10レースのロワンディシーは 1600m か 1800m かを見ていきたい馬で三角の状態です。11レースのアンリーロードは軽い芝が合う馬です。11レースのココナッツブラウンは6月10日に騎手が称賛していた馬です。11レースのフォーチュンコードは上がりかかればという馬です。11レースのブレイディベーグは軽い芝が合う馬です。12レースのエンペラーワケアは内枠が鍵の馬です。12レースのスペクトログラムは 1400m に適距離を見出した馬で三角の状態です。12レースのマホロバは4月30日が展開区だった馬です。12レースのミセスバローズは東京をチェックしたい馬です。続いて月曜日中山競馬場です。天気予報は晴れとなっています。9レースのビブラツヨーネは 1800m からの距離延長に注目している馬です。10レースのフレーバードは底知れぬ魅力がある馬です。11レースのウィニングライブは今回は相手が強いんですが 2000m からの距離延長に注目している馬で三角の状態です。最後に月曜日阪神競馬場です。天気予報は晴れ時々曇りとなっています。11レースのコパノリッチマンは左回りの長距離が合う馬です。11レースのセラフィックコールは重いダートでさらにという馬です。11レースのテオドレフォンは小回りコースが合う馬で三角の状態です。今週の注目馬は以上となります。次回の前レース開講ライブ放送は19日火曜日22時30分から放送予定です。そちらもぜひご覧ください。それではさようなら。